BMAX NDD GT-R 日産ドライバーデベロップメントプログラムは日産自動車が主催する世界に通用する若手ドライバーの育成を目標にしたスカラシッププロジェクトである。略称は NDDP 会一に参戦をしていたトヨタやホンダはそれぞれ独自の若手ドライバーの育成プログラムとしてトヨタヤングドライバーズプログラムやホンダフォーミュラドリームプロジェクトを展開し 若手ドライバーをメジャーカテゴリーに送り出すなどの成果を上げていた。それまで同様のプログラムを行っていなかった日産は2006年にトヨタ、ホンダともに新しいジュニアフォーミュラカーシリーズであるフォーミュラチャレンジジャパン立ち上げた再独自の育成プログラムである NDDP を開始した。以後毎年数名のドライバーに対し支援を行っていて2007年 以降は、FCJ での成績上位者に対し、日産アドバンススカラーシップとして全日本海産選手権及びスーパー GT へのステップアップも支援している。2011年から全日本海産選手権 N クラスに NDDP レーシングの名称で参戦を開始し、監督に長谷美マッサヒロを起用。2014年からは全日本選手権クラスに参戦を開始した。なお、 全日本海産選手権では日産が F3 用エンジンのワークス供給を行っていないことから2015年までは競争相手のトム S エンジンを使用していたが2016年からはフォルクスワーゲンにエンジンをスイッチするためこのようなねじれ減少は解消される2012年からスーパー GT GT300 クラスに FIA GT3 仕様の GT-R で参戦している 2018年からは前年までのモラの参戦枠を事実上引き継ぐ形で GT500 クラスに参戦を開始したが2019年はドライバーが育成選手以外の2人に交代されている実際のチーム運営は外部委託しており2013年まではノバエンジニアリング2014年からは B マックスレーシングチームが担当している日産が グランツーリースモシリーズとのタイアップで、主に欧州で展開している GT アカデミーとも協力しており、ルーカスオルドネス、ヤンマーデンボローラが過去に GT アカデミーから NDDP に参加している。ありがとうございます。